年誕生日にフリーキック動画を世界に見られる男、中村俊介わらわらわら。45歳の誕生日おめでとう、日本のレジェンド中村俊介。俊介といえばこのフリーキック、何回見ても良いね。この2発は何度見ても鳥肌。何度見ても胸が熱くなる。この時代俊介のカーブを生で見てたけど、シュートでこんな曲がるのかと驚いた記憶がある。当時、世界最強のゴールキーパーであるファンデルサールから決めた FK は、人々の記憶に永遠に残るものであり、サッカーの歴史に刻み込まれました。セットプレイのワクワク感が半端なかったな。深夜にリアタイして発表しました。この頃は民放でやってたのよな。いつ見ても鳥肌立つし無限ループしちゃうな。レジェンド俊介。引退した今でもこうやって毎年お祝いしてくれてるの嬉しいな。改めてすごい。2点目の軌道、美しすぎる。2本目は、自分にとって日本人が海外で決めたベストゴール。中村俊介の活躍があったから今のセルティックの日本人選手の活躍があると常々思うシーン。中村俊介より FK で見せれる日本の選手は未だに現れないよな。中村俊介さん、誕生日おめでとう。